東方幻想エクリプス、寺子屋面白いことあるかな。暇つぶしに出かけましょうか。吸血鬼の力見せてあげるわ。いい香り。妹様をお探しするとして行きましょう。棒を倒して行く先をお気にしましょうか。この程度なのに払うのは私だけで十分ですが。いいわ、退屈しなくて少しは遊びたいじゃない。そこに向かうのでしたらついでにお食事になさいますか。それも別にいい。今はお腹空いてないし。もうこんなに怪異が湧いてるなんて大丈夫かしら。フランスにはご無事でしょう。お嬢様は妹君ですよ。そういうことじゃないんだけどね。私が心配しているのは、あの子がはしゃぎすぎてないかってこと。面倒を起こしていないといいんだけど。ここからよ。里が見えてきた。もしフランス、あの子が来たの。ちょっと待ちなさい。あら、あなた。お嬢様、彼女は。あら、そうだった。今、里は。へえ、やっぱり。何のことかしら。あら、そ、お嬢様の手を煩わ。いいえ、昨夜あなたに教えてあげ、私が耐えられるかしら。あなたに私の相手が務まるかしら。試してみればわかるでしょう。覚悟なさい。その程度かしら。もっと私を楽しませてみなさい。楽しむ暇など与えないわよ。里に余計な混乱を招かないで。関係ないわ。私は自分のやりたいようにやるだけ。フィナーレよ。赤に散りなさい。赤くスカーレットマイスター。あなたもどっちつかず。そこそこって感じね。あら、いいじゃない。いいわね、これ。次の獲物を探しに行くわよ。あら、この辺りは行きましょう。ぶしつけな相手には容赦しないよ。さっさと終わらせておく。それが嫌なら逃げることね。まあ逃がしはしないけど。行くわよ。まったく雑魚ばかり。こんな奴らが幻想郷の脅威。ほんと何が怖いというのかしら。見た目。さて、ここからよ。暇つぶしにはなるのよね。あなたなら少しは楽しめるかしら。誰に牙を抜いたのか
思い知りなさい。フィナーレよ、どうかしら。いい感じよ。やっぱりこいつも私の敵ではなかったよね。行くわよ。ここからよ、ここからよ。さくらの話では、タイがだんだん力を増していくのだけど、今のところはまだ妖怪の私の敵ではないよ。ここからよ。いい感じ。鬱陶しいわね。数に頼るしか脳がないのかしら。そんなにみんな一緒がいいのに、倒される時も群れているだろう。喉が渇いてきたわね。暇つぶしにはなるのよね。こいつ、お金くらいよ、きつね。なら、もう少し激しくしても大丈夫ね。ハグは悪いね。確かに頑丈だし、攻撃だってザクよりもずっと激しいけど、あくまで怪異の中では強いってだけ。私たち妖怪まして、吸血鬼である私が相手では、残念だったわね。あなた、前に一つの勝ち目もなかったわ。いい感じよ。まあ、うん、気分がいいわ。あら、いいじゃない。面白そうね。次の獲物を探しに行くわよ。何これ、まるで荒れ山じゃ。散歩の時間に、ここから覚悟しなさい。優秀なメイドがいないから、ごめん散らかってるのかしら。せっかく私が来てあげたんだから、ちゃんと整備しておいてほしいのね。行くわよ。ここからよ。行くわよ。手入れしなくて耐えられるかしら。そうだね、せっかくだし、怪異を飼うというのも面白そうね。いい考えでしょ。こんな山にでずっと捨てて、そういえば怪異は倒すと消滅してしまうんだったわね。残念、怪異を飼うのはこれ。行くわよ。さて、行くわよ。行くわよ。覚悟しなさい。さて、ここからよ。私自ら出向いているのに、天狗の一人も出やしないのに、こんなに暴れ放題だなんて。管理社会が聞いて呆れちゃうわ。なら私が管理してあげようかしら。山が別荘なんて素敵じゃない。ここからよ。行くわよ。この程度じゃ終わらせないわよ。なんということでしょう。私が勝っても大丈夫です。耐えられるかしら。相手の許可を得ずに取材だなんて強引に。それはもう吸血鬼のご来訪なんてそうそうありませんから。仕方ない、こういった手合いに応えるのは尊き者の役目というもの。やっと乗ってきましたか。さあ取材速攻です。いい覚悟しなさい。耐えられるかしら。
ス応募取材チャンス。もう、やはり気分がいいわ。あら、いいじゃない。もう、いいわね、これ。次の獲物を探しに行くわよ。かなり深い竹穴ね。これ、のんびりしてる暇はないわ。天狗の言った通りだったわ。たまには役に立つじゃない。当たるときは当たるのね。報道記者としては不十分。行くわよ。ここからよ。こんなところに来るなんて、何があったのかしらね。それとも何かを追いかけてきたか。ここからよ。ここからよ。それにしても、かなりの通りになったものね。普段なら昨夜に任せているからね。たまには体を動かさないと。ま、軽い運動としては悪くないわね。ま、軽い運動としては悪くないわね。もうそろそろ地点に着くからかしら。さあ、これでかくれんぼも終わりね。この辺り、特にひどく私が勝っても恨まないでね。心配だなんてどういう意味かしら。赤に散りなさい。どうしても私からすると、まだまだ不安に感じちゃうのよ。この面じゃ、先が思いやられるわ。もっと自覚を持ってもらわないと。もし普段のことを言ってるなら、大きくて余計なお世話よ。いや、私に教えてちょうだいな。私のとっておきよ。命は簡単に散らす。覚悟しなさい。耐えられるかしら。まだまだいけるわよね。この先、あなた赤に散りなさい。耐えられるのかどうか。ターレットマイスター。これで見極めるとしましょう。見極める。見えているものが全てだと思わないこと。いい覚悟、いい度胸、気力だわ。覚えてなさい。私は諦めが悪いの。耐えられるかしら。まだ続けるつもり。そこそこって感じね。ダメやもんな。あら、いいじゃない。面白そうね。少し遊びすぎたかしら。寺小屋。
く見た目に変化はないのだけれど、吸血鬼としての力は敵か味方かなんて簡単だわ。まず血を吸えるなら食料。まだ高みを目指せそうね。今日のお仕事まだあるの？暇つぶしに出かけましょうか。さて、暇つぶしに出かけましょうか。さて、暇つぶしに出かけましょうか。吸血鬼の力見せてあげるわ。行きましょう。この程度のつアラームは私だけで十分です。いいよ、退屈しなくて少しは遊びたいじゃん。そこに向かうのでしたら、ついでにお食事もなさいますね。それも別にいい。今はお腹空いてないし。さて、ここからに覚悟しなさい。こんなに怪異が浮いてるのに大丈夫かしら。フランス様のご無事でしょう。お嬢さんの妹君ですもん。ああ、うん、そういうことじゃないんだけどね。私が心配しているのは、あの子がはしゃぎすぎてないかってこと。面倒を起こしていないと思うんだけど。里が見えてきたわ。少しは楽しませてちょうだい。耐えられるかしら。あなたに私の相手が務まるかしら。試してみればわかるでしょう。覚悟なさい。いかその程度かしら。もっと私を楽しませてみなさい。楽しむ。里に余計な混乱を招かないで。関係ないわ。私は自分のやりたいようにやるだけ。フィナーレよ。力を及ばず修行不足に。覚悟しなさい。あなたも気分がいいわ。この力、存分に使わせてもらう。これでよし。次の獲物を探しに行くわよ。あら、
この辺りは随分と騒がしくさ、散歩の時間よ。ぶしつけな相手には容赦しないで、さっさと終わらせてあげる。それが嫌なら逃げることね。まあ逃がしはしないけど。まったく雑魚ばかり。こんな奴らが幻想郷の脅威だよ。ほんと何が怖いというのかしら。いたね。まあさ、もう服が少し汚れちゃ暇つぶしにはなるのよね。耐えられるかしら。あなたなら少しは楽しめるかしら。誰に牙を抜いたのか思い知りなさい。急ぎましょうか。覚悟しなさい。やっぱりこいつも私の敵ではなかったのね。はあ、いい心地。今日はよく眠れそうね。昨夜の話では怪異がだんだん力を増しているそうだけど、今のところはまだ妖怪の私の敵ではないの。はあ、いい心地。鬱陶しいわね。数に頼るしか能がないのかしら。そんなにみんな一緒がいいのなら倒される時も群れているがね。喉が渇いてきたわね。荷物耐えられるかしら。こいつ他の怪異ですね。なら、もう少し激しくしても大丈夫ね。覚悟はいい。赤に散りなさい。博士、スカーレットマイス。覚悟しなさい。確かに頑丈だし、攻撃だってザコよりもずっと激しいけど、あくまで怪異の中では強いってこと。私たち妖怪の敵とは思えないわ。マシク、吸血鬼である私が相手では、残念だったわね。あなた万に一つの勝ち目もなかったわ。ああもうそこそこって感じね。まあ、あら、いいじゃない。この力、存分に使わせてもらうわ。次の獲物を探しに行くわよ。何これ。まるで荒れ山じゃないの。行きましょう。さて。ここからよ。耐えられるかしら。優秀なメイドがいないからこんなに散らかってるのかしら。せっかく私が来てあげたんだからちゃんと整備しておいてほしいのね。ここからよ。覚悟しなさい。ここからよ。さて、暇つぶしにはなるのよね。耐えられるかしら。そうだね。せっかくだし怪異を噛むというのも面白そうね。いい考えでしょ。こんな山よりずっと素敵な館にご招待するわ。そういえば怪異は倒すと消滅してしまうんだったわね。残念。怪異の噛むはこれよ。喉が渇いてきたわね。タクヤの紅茶が恋しいよ。私自ら出向いているのに天狗の一人も出やしないわね。こんなに暴れ放題だなんて。
管理社会が聞いて呆れちゃうわ。なら私が管理してあげようか。赤に散りなさい。博士、スカーレットマイスター、覚悟しなさい。もう服が少し汚れちゃったじゃない。ここからよ、ここからよ、行くわよ。さて、少しは楽しませてちょうだい。耐えられるかしら。相手の許可を得ずに取材だなんて強引に。それはもう吸血鬼のご来訪なんてそうそうありませんから。滅多にあることではない。ならプランはここに来てないってことよね。ゆっくりだ。仕方ない、こういった手合いに応えるのも当時者の役目というもの。やっと乗ってきましたか。さあ取材続行です。どんどん行きますよ。いい覚悟しなさい。やるじゃない。フィナーレよ。耐えられるかしら。絶好の取材チャンス。やはりお強いです。気分もいいわ。あら、いいじゃない。いいわね、これ。次の獲物を探しに行くわよ。かなり深い縦穴ね。これだけ降り、じゃあ散歩の時間よ。天狗の言った通りだったら、たまには役に立つじゃない。当たる時は当たるのね。報道記者としては不十分。さて、ここからよ。行くわよ。こんなところに来るなんて、何があったのかしらね。それとも何かに追いかけてくれたのかしら。行くわよ。ずいぶん、それにしても、かなりの通りになったものね。普段なら昨夜に任せているかもしれない。たまには体を動かさないと。ま、軽い運動としては悪くないのね。もっと楽しませて。もうそろそろ地球に着くからかしら。さあ、これでかくれんぼも終わりよ。ま、軽い運動としては悪くないわね。この辺り、特にひどい味。少しは楽しませてちょうだい。赤に散りなさい。博士、心配だなんてどういう意味かしら。随分と低く見られたわね。どうしても私からすると、まだまだ不安に感じちゃうのよ。いい感じよ。動きが鈍ってき、覚悟しなさい。この忍者、先が思い出られるわ。もっと自覚を持ってもらわないと。もし普段のことを言ってるなら、大きくて余計なお世話ね。いいぞ、主食だわ。やったわね。覚えてなさい。私は諦めが悪いの。私に教えて。私のとっておきよ。命は簡単に散らしちゃダメよ。いくわよ。耐えられるかしら。まだまだいけるわよね。
この先、うん、あなたが耐えられるのかどうか、これで見極めるとします。赤に散りなさい。博士、見極める？見えているものが全てだと思わないこと。赤に散りなさい。博士、スカーレット・マイク、覚悟しなさい。まだ続けるつもり？そこそこって感じね。あら、いいじゃない。うん、いいわね、これ楽しいことが起こりそうね。さあ、散歩の時間よ。見た感じ、いつもと変わらない調子だけど、今日は一段とテンション高いわね。いつの間にか雲に晴れて、月もあんなに明るく、あいつを探すのにこんなに手間取るなんて、まったく世話の役の妹だね。さて、ここからに、行くわよ。それにしても、普段はどうして突然飛び出したのかしら。普段は外に出ようだなんて考えていないと思ってたけど。さて、行くわよ。ここからよ。さて、ここからよ。さて、覚悟しなさい。そんなに動いたら綺麗に壊れるところが見えないじゃない。誰に話しかけてるのかしら。違うわね、何かを追いかけてる。行くわよ。やっと追いついたわ。少しは楽しませてちょうだい。耐えられるかしら。さあお姉さま、一緒に楽しみましょう。引き分けのない人、首根っこを引っ捕まえてでも連れて帰るよ。耐えられるかしら。うっくらえ。はっ、せっかくお姉様と遊ぶんだもの、簡単には壊してあげないんだから。口のつき方に気をつけなさい。誰に向かって物を言っているの？まあ、あはん、フィナーレよ。ほら、耐えて。覚悟しなさい。あいつの代わりにお姉様が壊れるまで遊んであげる。ああ、楽しいわ。本気で壊して耐えられるかしら。まだまだいけるわよね。楽しいのはあなただけ。帰るわよ、フラン。覚悟しなさい。フィナーレよ。消し飛んじゃえ。耐えられるかしら。なんでこんなことに。まあ、いいわ。サクヨ、ミルクはないの？はい、こちらにございます。いいこと、フラン。はーい。紅茶はストレートで、そんなことより、壊し、そいつはね、だから私、我慢できなくなっちゃって。
あら、いいじゃない。面白そうね。少し遊びすぎたかしら。まだあるの？うん、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 う